経団連の榊原会長と連合の神津会長の会談は都内のホテルで30分程度開かれました。罰則が課される残業規制の1月の上限については経団連が忙しい時期は100時間程度も認めるよう求めているのに対し連合が激しく反発しています。関係者によりますと今回も溝は埋まらなかったものの長時間労働の是正など働き方改革の重要性では一致しました。その上で来週か再来週に再び会談を開き合意を目指すことを確認しました。